おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は2月の26日月曜日になります。お題がこちら。最新トレンド。今年中にほぼ確実に転換は来る。 ということで話をしていきたいと思います。これはな、ね、い。下がるぞと。そういう話ではなくて、やっぱファンダメンタルズ的に見ると、転換点っていうのは今年中には必ず来るだろうなというところで、いくつかね、要確認というところで押さえておいていただければなというふうに思っております。そして、えー、月曜日ということで、まだ相場動いていませんから、先週の振り返りとか、週足チャートを使って確認をさせていただきたいなと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしております。 なるべく耳だけで聞いても分かるような形で、なるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひ、毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録お待ちしております。それでは早速、先週の振り返り、騰落率を確認していきましょう。まずは日経金株価なんですが、プラスの1.59%、ザラバベース、終値ベースともに、史上最高値を更新して終えたというのが先週の終わり方でした。いい終わり方でしたよね。 トピックス1.37%のプラスということで今後トピックスがね最高値にどれだけ近づいていけるかっていうのがポイントになるのかなと思います先週に関しましては下がってるのはその他製品のみということで非常に強い相場だったんだなってことがよくわかるかと思いますでもそんな中ねグロース250指数は1.48%のマイナスだったんですねちょっとやっぱりなかなか <laughs> 買いが続かないなって感じはしますニューヨークダウは1.3%の上昇でこちらも史上最高値を高 更新とということになりました S&P500 プラスの1.66%ということでこちらもそうですね週間の S&P500 のヒートマップなんですけどもなんといっても先週は NVIDIA の週日経平均株価が最高値を更新できたのも NVIDIA のおかげとも言えるんじゃないかなと思いますが、まあ、一部テクノロジー株とかでは大幅安になっている銘柄もあったりしますので ね。こういう個別ではしっかりと見ていきたいなと思います。ナスタックはプラスの1.4%ということです。まだ史上最高値は届かないみたいな感じですかね。一方こちらもですね、小型株指数、ラッセル2000がマイナスの0.79%となっております。日経先物確認しておきましょう。金曜日の終わり値ベースなんですが、311円のプラスで39,410円、39,000を超えてきたんですが、半ばぐらいまで行きそうかっていったところです。為替ドル円は150円の52銭。 原油が76.57ビックス13.75長期金利4.248金曜日はラッセルはわずかに上昇ソックスが大きめな下落ですので、まあ、半導体関連株の調整や動き注意してみていただければと思いますそして暗号資産に関しましては高安まちまちで動いておりますそれでは見ていきましょう最高値を超える主要株価指数転換点は今年中にほぼ確実に来るということで話をしていきたいと思います先ほどシュアシャートを見ていただいたのでホストリ表も合わせてご覧いただ だければと思いますこの星取り法の目的は線の向き株価の位置移動平均線の上からの順番を見ることによってトレンドの方向性やモメンタムを測ろうという意味で続けておりますで実際に史上最高値を日経平均株価は超えましたアメリカ株価指数に関しましても史上最高値を更新し続けていますので文句なしの上昇トレンドの状態が続いているんですよねでも先週に関しましては主要指数に対して小型株指数がマイナスになってしまったっていうのはちょっとネガティブな 部分ではありますただし、えー、グロース250指数に関しましても13週26週線の位置順番が変わっておりましていわゆるゴールデンクロスにはなっているんですねだからまあ全体的には良い方向に向かっているのかなというふうには思いますそしししてて先週に関しましてはやっぱり NVIDIA の決算 ここが良くって日本株に波及したみたいなところもあったので、まあそういう流れもあったのかなと思っています。金曜日の終わった後の日経新聞も確認させてください。ここではダウが促進したよ、ナスダックが反落したよ、どうしてという形になっております。ハイテクに利益確定の売りが出ているということなんですよね。出遅れ感のあった景気敏感株やディフェンシブ株が買われたのでダウは促進できたけども買いが先行していた ハイテク株には利益確定をする売りが優勢となって相場の重荷になってしまったと好決算を発表した NVIDIA に関しましては金曜日も買いが続いて一時ね時価総額は2兆ドルを上回る場面もあったんですけども伸び悩んで0.35%高で終え他の半導体株マイナスのものも目立ちソックス指数は1%を超えるマイナスになっていましたよねさらに FRB による利上げ開始が想定よりも先延ばしされるというえそういう見方も出ました FOMC の議事用紙の発表を控えて 値下げ予想が後ろにどんどんずれていったんですよね。まあ、これはネガティブな面ではあるんですけども一方でまあソフトランディングへの期待も根強くアメリカ株は底堅い展開が続いているということになっています、まあ、そういった環境も受けて日経平均株価が史上最高値を超えましたパラダイムシフトで海外資金流入ということですね。 で一言でやっぱり市場最高値を更新できた理由をもし述べるんであれば、僕はデフレ経済からの脱却っていうのが最も大きなテーマなんじゃないかなというふうには思っています。まあ、それプラス今、東証フォローアップ会議から資本コストの改善要請みたいなものが出てますけども、まさにコーポレートガバナンス改革なんて呼ばれる期待、これは海外投資家からの熱い視線を集めているのかなというふうにも思います。アメリカが最高値圏で堅調に推移していることや、為替が円安っていうのも 後押しをして、新経平均株価は史上最高値までいっ。 木に駆け上がっていきましたよ、ねまあそんな中ですね日経平均の高値予想っていうのを3万9000円から4万5000円に引き上げたシティグループ証券の坂上亮太さんの予想結構話題を呼んでいましたまあただ個人的には一人のストラテジストがアナリストが予想を引き上げたからといってあんまりこれをうのみにするのは良くないなというふうにも思っていますし年始にアナリストとかが立てた予想大体もう外れてるって感じになってますからねまあちょっと予想しづらい展開にはなりましたけどもまあ先 程度にとということで押さえておいいくださいでも、まあ、結構高い状態好調な状態は続くんじゃないかなと思えるニュースが週末に1個出てきましたそれがバーーク社日本の5大保有比率引き上げというニュースですね、まあ、実際にバフェットさんが5大商社もっと買っていたよっていうそんなニュースになるのかなというふうには思うんですが投資主体別売買動向を見ましても海外投資家の買い越しはずっと続いていますよね。 この買い越しの金額っていうのが、例えば1月月間ベースで見ると結構大きな金額なんですね。ちょうど思い出されるのは、2023年4月、5大商社を買い増していたっていう、そういうニュースが、まあ、来日までして流れたっていうところの、この買い越し金額にも迫るような1月の買い越し金額になっていて、まあ、2月また最終週ね、結構大きな買い越しになってるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、こんな形で続いていくと、やっぱり2、3ヶ月ぐらいは続くんじゃないかなと。まあ、それこそ本当に、まあ、夏場の前ぐらいま では買いいが続いてもおとといの動画の中でも僕自身もね、テクニカル上の目標株価更新してもいいんじゃないかということで、N 字計算法で計算ができる38,598円という値から E 字計算法に切り替えれば41,883円までテクニカル上でも説明がつくということだったので、ここから4月5月ぐらいまでは海外投資家主体として、えー、結構ね、上がっていく相場っていうのは 結構想像しやすいなというふうには思いましたただそれが2024年という話になってくると、まあ、転換点は必ず来るんだろうなというふうには思うんですで転換点っていうのは必ず株価トレンドの転換点が来るかどうかまでは定かではないんですけども少なからず金融政策の転換点っていうのは来るだろうなというふうには思いますよねまあもうずっと言われてるところなので相場はかなりこれを意識しての展開それでも高値更新が続いているので株価トレンドは強いままいくのか、えー、どうなのかっていうところではありますけども 現状は利下げ開始が6月か7月かといったところになっています。また日銀の金融政策決定会合に関しましてもマイナス金利を解除するのは4月なのか6月なのかっていうのがかなり話題になっていて共に金融政策今まで向かっていた方向とはちょっと方向が変わるという意味で転換点として押さえておいてもいいのかなと思います。やはりアメリカ特に金融政策の転換点に関しましては株価の方向性も変わること過去の事例で何度も起こっていますので、まあ、一応頭 の中ににはは置いといいいいいととた方がいいなという,ふうには思いますあままりり楽観的にに寄りすぎないよううしましょうということとですあとは2024年11月5日今年はアメリカの大統領選挙の年ですよね。で、まあ、事前の予想とかニュースを見てみるとやっぱトランプさんの方が優勢だっていうニュースを、まあ、どこ見ても出ているわけですね。ですからそうなると、まあ、大統領が変わる政権も変わるという可能性がとても高いです。これはまあほぼ確実という感じもう絶対とは言えないんですけども まあ、ほぼ確実という言葉を使ったのは大統領選挙の結果次第では政策の転換大統領の転換変更が起こるということはありますし間違いなくこれは株価にとっても大きな材料の一つになると思いますのでまあ、そこはね今年の大きな転換点としてぜひ押さえておいていただきたいなというふうに思いますということで今日の動画のまとめです最新トレンド日経最高値はアメリカ株の上昇からということでまあ、特に NVIDIA の上昇からって感じはしましたよね小型株指数 まはマイナスになっってしまったことちょっと心配ではあるんですけどもなんとか主要株価指数の上昇についていってほしいですね。 日本株強気な見方が続くという感じを受けましたまず一つはシティグループ証券坂上亮太ストラテジストの3万9000円予想から4万5000円に景の高値というのまあそうこういうのは結構目立ってくると思います各証券会社も続くんじゃないかなっていうふうに思いますしバフェットの商社買いってなんか字間違えましたけどもなんかしっくりくるのでこのままいきましょうか、まあ、買い増しも明らかになったっていうことは海外投資家の資金をもっと呼び込む可能性もあるんじゃないかなとかまあ日本にとってすごくポジティブな雰囲気を生み出す んじゃないかなっていう感じはしますそしてテクニカルで以前ご紹介しております NG 計算法から E 字計算法へ目標株価を引き上げれば41,883円となりますでもまあ金融政策が転換点を迎えることであったりとかアメリカの大統領選挙でも政権の転換点を迎える可能性もあるまあ、先ほどご紹介しませんでしたが日本のね政権支持率最悪になっているので <laughs> もしかしたらね日本も何か大きな転換点を迎えるかもしれないなっていうところはぜひ頭の中に置いておいてくださいそれ では指数の売買戦略、今日は週足チャートを使って見ていきたいと思います。はい、えー、まずは日経平均株価になります。日経平均株価を週足チャートで一目均衡表で見ております。大きく転換線基準線から乖離しているというところなので、まあ、調整がいつか入ってもおかしくはないかなっていう気持ちはするんですけどもね。そしてマック D ですね、もうずっと上昇が続いていて、今のところはまだね、その陰りみたいなものは見えていないという感じにはなっております。まあ、やっぱり冷やしチャートで、 そういう細かいサインもしかしたら兆候みたいなものを探っていく必要性の方が今は高いんだろうなって感じがしますよねトピックス見ていきましょうトピックスに関しましても同じですね転換線基準線から大きく乖離していてマックにもずっとヒストグラム濃い色のまんま動いていますよね2本の線がどんどん拡大しているモメンタムが今はすごく強いということを表しているんですよね グロース250指数見ていきましょう、こちらはまだ雲の下なんですね。また改めて地高スパン、下に潜っていますよね。でも、一ついいサインが出ていまして、真っ黒いのこの黄色い線ですね、これがプラスにこう戻ってきたっていうところですかね。 ゴールデンクロスになってからはいい状態が決して続いているよって、えー、悪い状態じゃないよっていうことがわかるということにはなります。ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンに関しましては、このチャンネルラインのね、上で推移できているっていうところはいいんじゃないでしょうか。えー、マック D もですね、少しずつこのモメンタムがね、弱まってきていることは事実なんですけども、先週改めてまたちょっと上向きに、このヒストグラムの色は変わりはしませんでしたが、上向き維持できているという点では強いですよね。 S&P500 見ていきましょう。こちらもですね、トレンドライン上を維持できているという形と、MacD のヒストグラム見ていただくと、やっぱりモメンタムがちょっとやっぱ強くなったんだろうなっていう感じを受けられますね。ナスタックに関しましても、まずはトレンドラインを維持できているっていう点は変わりありません。そして、まあ、上向きである MacD に関して、S&P500 はこのヒストグラムの色が緑色になったんですけども、まあ、薄い色のまんま、でもほぼ、 まあ維持できているっていうところですのでモメンタムは決して弱くはないんじゃないかなという風には思います最後ラッセル2000ですラッセル2000に関しましても週足でも陽線はつけていますので高値圏維持できていてそしてまあ、決して弱くない転換線は維持できてますからモメンタム的にもそんなに弱くはないかなという風には思いますがちょっと上値が重たい感じには他の指数に比べるとなってるのかなって感じはしますよねはいということで今日はですねまあ、確実に転換点は来るよねってことでまあ、今年あるイベントの確認という 形にはなりましたよね。で、あとはまあバフェットさんの勝者の買い増しっていうのもなんかもう勝者っぽくてねいいじゃないですか。そしてまこういう予想はこれから出てくると思います。で、えー、実際にアナリストの予想を鵜呑みにしようとかそういう話は全然したくないんですけども、まあやっぱあの意識する人は増えますからね。まあそういったところはポジティブに動く部分もあるんだろうなという風には思いつつ、まあ、いつ何時もリスク要因っていうのは点在してますから、まあ、そこにも。 まあ、アンテナを常に貼りつつ見ていきましょう。ということで、今日もお知らせを入れさせてください。まず、個別銘柄のとこともの分析するルジ毎週金曜日更新で分析記事アップしてます。こちら、ノートのメンバーシップの URL で毎週やってるものですので、よかったら一度概要欄の URL を覗いてみてください。で、今日はイベント全部で3つパッと行きます。3月8日金曜日、東京池袋にてのリアルイベントがあります。3月9日土曜日、こちらも東京秋葉原になると思います。14時からサンワード貿易主催のセミナーがあります。そして、 3月16日土曜日こちらは福岡の六本松の蔦屋書店というところでリアルイベントを開催する予定がございますこの、えー、2週間の間に結構イベントが増えてまいりましたので特にね福岡 新しく公開できたイベントになってますので福岡在住の方とか九州にお住みの方また福岡に来たいという方ぜひぜひお待ちしておりますということで告知させてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降も朝7時目標で頑張って更新していきます明日も聴いていただける方はぜひ毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら